彼女、シルバーパチロ旅の、ごめんなさい、シルバー旅の女の子です。私の猫の先輩の方から聞くと、この子がすごく将来いいメインクーンになりそうということで、お墨付きをいただきました。ペットタイプとかどうのこうのとかっていうよりも目のつき方とか、この頭のなんて言うんだろう、しっかりさとか、あの目の離れ方、目の大きさといい、結構いいラインだそうです。お顔のこの筋も、横から見たところの筋もすごくいいらしくって、先輩からこの猫ちゃんは将来いい子になるよというふうに、昨日かな、お電話で教えていただきました。うちの子でこのタイプの猫ちゃんが出たのは初めてですので、ちょっと将来が楽しみな女の子ちゃんです。で、すごく体も大きくてしっかりしているので、結構いい子に育ってくれると思います。尻尾フリフリ、尻尾フリフリしてね、ゴローン、ゴローンして、ゴローンして、ゴローン。お腹はだいたいこんな感じですかね。潜ってっちゃった。はいはい。うん、はい、以上。この子は何番ちゃんだったかな、番号忘れちゃいましたけど、この子はすごく将来が楽しみです。お引っ越し先まだ決まっておりませんので、お問い合わせお待ちしております。